第55話地球監獄説。地球監獄説または地球刑務所説、私もよく耳にするし、生態学者の先生が正式に提唱する説です。人の肉体に魂が閉じ込められ、四次元空間という地球の薄っぺらい大気の層の中で暮らし、右往左往させられ、たった100年前後の寿命で全うさせられる。確かに囚われの身として収監されていると言われれば、その通りかなと思ってしまいます。しかし、私の考えはちょっと違います。まず、囚人だとしたら、なぜそのことが本人たちに伝わっていないのでしょうか。その辛さがわからない者に、その後、カルマを与えても、悟りを開いた者にしか意味がわからないのでは、罰を与えた意味がありません。自分たちが罰を受けていることがわかれば、戒心や振る舞いも違ってきますが、知らない者は、楽しければ楽しむ、辛ければ耐え忍ぶ、それを習慣業務だと認識できる人がどれだけいるでしょう。自分が囚人であり習慣されていると知らなければ罰の意味がありません。そう思いませんか。しかし、あえて教えずに正しいことを習得するまで肉体の檻に閉じ込められて苦毒を積まされるのです。なるほど、知らずに煩悩の渦巻く空間、監獄に習慣されて試されるわけですね。やはり世間は地獄なのですね。生きていることが苦行なんてがっかりしますよね。昨今は人口問題とそれに付随して二酸化炭素問題や食糧難問題が騒がれていますよね。そうだとすると、最近は囚人の数も飽和状態になっているのではないでしょうか。さて、私も地球監獄説は否定をしませんが、そうだとしても生き方を考えれば有意義な人生を送ることができると思います。それは簡単です。公共の規則や国の法律を守りながらできるだけ楽しめばよいのです。囚われの身なのに不謹慎なことをしてよいのかと怒る方もいらっしゃると思いますが、よいのです。仮に私たちが囚人だとしても、この次元と空間に閉じ込められているだけで、それ以上の罰は与えられていないのです。だから、世の中はハッピーに大成功を収める人もいれば、悲惨な人生を送る人もいるのです。それならハッピーな人生の方が良いに決まってますよね。この世に生を受けてきた者は、とにかくいろいろなことを経験するのがノルマなのです。徳を積むために何もせずじっとしているのはダメなのです。逆に何もできず楽しみも思いつかない人や、自分にはこんなことは向いてないからやりませんという人がいますが、それ自体が天上界から低評価を受けているかもしれません。俺にはそんなこと贅沢で罰が当たるよという時点で罰を与えられて、楽しいことをできないようにさせられているのでしょう。私の解釈としては、つまり因果応報は輪廻転生の過去での行為による未来の報いだけではなく、常にタイムリーに私たちへ干渉しながら引き起こされているのです。仮想現実の世界では、天上界のプレイヤーにとっての時間や空間は意味がないものですから、人間の個々の意識が思う因子に対しての反応が、時間軸に対しての制約がないプレイヤーは、その虚無感満載の人間に時間的ジレンマなどには関せず罰を与えるのです。そして与えられた本人は、自分には向いてない不相応だと思わされ、特に罰を与えられたと感じず、逆にそんなことをすると罰が当たってしまうと思ってしまう。実に巧妙なプログラミングによる因果応報システムだと思います。ただし、あくまでも自分も周りも楽しいことでないとダメですよ。自分が楽しいと感じても、悪行やサイコパスには因果応報の最上級のものが来ますからね。
私のうがった見方ですが、世間のバカ正直でバカ真面目な人はもうその時点で横暴に合っているのかもしれませんね。いずれにしても私たちの意思以外の範疇で決められた運命というコマンドプログラムには横暴が関連しているはずです。その銀河横暴の因果は何時どこの何かは分かりませんが、個々のふさわしい性格付けがプログラミングされているのでしょう。よく知らぬが仏と言われますが、その通りなのです。たとえ地球監獄だとしても気にする必要はありません。誰もそんなことを思いながら生活をしている人なんていません。だから自分の考えた通りのスタイルで人生を満喫するのです。もちろんこれはダメという制約はありません。何でもありですから、無理に楽しむことを頑張ろうとしなくても良いのです。それぞれに見合う形で私たちはこの地球に生み落とされたキャラクターだとすれば、既存のコマンドも決まっているのです。しかし自分で観測して選択して判断するのはあなた自身です。自らの意思で得意点を生成し、ポジティブなハッピーライフを呼び込んでください。さて、もし地球監獄説でなければ、他に私たちの存在理由は何があるのでしょうか。私は修行の場だと思います。ある意味刑務所と似ていますが、ちょっと違いますが、ドラゴンボールの精神と時の部屋みたいなものだと思います。それは多分意識の高次元への昇華を目指すのが目的だと思います。過去に目覚めた覚醒した人々が説いた教えが宗教となって布教されているのだと思います。もちろんそこまでストイックにやれとは言いませんが、自分で人生に悔いなしと言い切れるくらいの思いが必要なのです。どんどんアクティブに挑戦し、経験し、楽しんで生きるもよし、できるだけ穏便に余計なことはせず、波風を立てずに平穏無事に過ごすもよし、とにかく基本は自分を信じて生き抜いていけたら成功なのです。結果としてそれが前回のお話の希望成就の方法にもつながると思います。週刊中だろうが流刑中であろうが、今世のあなたの人生は一回限りです。社会的に不条理不合理なことには気をつけて、好きなことを悔いが残らないような一生を送ってください。今回の話はこれで終わりです。次回は都合の良い進歩についてお話しします。